糸代のめっちゃギフハンター。2つ目のハッシュタグは自然栽培です。緑が眩しいハンター。美味しそう。訪れたのはサユール糸代さん。2005年から糸代での農業に取り組む農園で、道の駅や名古屋のオアシス21などで産直販売を行っています。見たことある気がする。自然栽培のお野菜が美味しいっていうのを SNS で見たんですが、自然栽培ってそもそもどういったものなんですか？自然栽培は平たく言うと、農薬とかいわゆる化学肥料とか有機肥料でも何でもそうですけど、そういうものをこう入れずに育てるというやり方だと思います。肥料がダメっていうわけではないんですけど、肥料によってやっぱり味が変わったりするんですね、野菜が。そうなんですね。で、自然栽培だと土の味というのかな、だから昔から言われるのはすっきりしてる味、お野菜がすっきりした野菜の味っていうことですかね。もう素材そのものの味がダイレクトに来るって感じなんですね。そうですね。同じ土を使っていても、だから同じ土じゃないんですね。あ、そういうことか。そういうことですね。畑が変わると、そこははっきり言っても未だに試行錯誤ですね。そうですね。自然の力だけで育てる自然栽培、一般的な農業に比べてたくさん収穫するのは難しいということですが、栽培の様子を見学させていただきました。広い畑ですね。そうなんですよ。で、こちら夏野菜のズッキーニの受粉作業なんですよね。で、こうやってお一人で小花を取って、一人でこの抜くとおしべがあるじゃないですか。で、ここに花粉がありますね。あ、はいはい、結構ついてますね、花粉が。これが雌花なんですよ。これが朝早いと全開に開いてるんで、やってるの。へぇいう作業をやるわけです。へぇ、手でちゃんとやった方が確実は確実ですね。あ、そういうことなんですね。今日来るとき霧がとかすごかったんですけど、こう結構ここの地域涼しいなと思って。そうだね、標高そこそこ高いですからね。多分その朝露とか、寒暖差とかって言いますよね、朝晩の。そうか、その寒暖差が良かったりするんですね。実はこの取材した日にズッキーニを初収穫できたんです。はい。ただこの日はこう時期が早くて1本だけしか取れなかったんですが、立派なズッキーニが収穫できました。どうしてこの糸代地域で農業をやることになったんですか？ですね、僕はもともと愛知県の生まれで、農業をしようと思ってここに来た。結婚した家内の実家が糸代、はい、やっぱここの野菜は美味しいとか思ってましたし、せっかくこんだけ美味しい野菜が取れるんだったら、もう一つ上をやった方がそりゃいいんじゃないかと手探りで始めたって感じですね。どうですか、こう実際にここで農業をやってみて。向こうは白山の方から流れてくる伏流水だとか、雪解け水もありますし、そういうものが豊富っていうのが肥料とか使わずにできてる原因の一つかもしれないですね。土地の味をこう活かせる農業、やっぱお客さんの評価というか、喜んでくれるっていうことがやっぱり一番大きいですから、そこですね。VTR 見てズッキーニ食べたくなりませんか？はい、食べたくなりましたよ。ロケの時はお花だったんですけれども、あれからどん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 収穫ができて、スタジオにそうご用意させていただきました。立派な、もうすごくね、立派な切れんばかりの。そうですよね、今にも8切れそうな。美味しいですよってもう自分から言ってるのが変わってきますね。で、今回はこのズッキーニを調理したものをこう東さんにも食べていただきたいんですけれども、まず東さんの前にあるのがズッキーニとベーコンをこうシンプルに焼いて、素材の味を感じられるメニューとなっておりますので、ただ焼いただけ。そうなんです。いただきます。おお、一口いけましたね。どう
うでしょうか。シャキシャキ。ズッキーニってこんなに旨味というか味付けしてないんですよね。あ、味付けはないんですよ。素材の味です。おいしい。こんなに美味しかったっけって感じの。わー、おいしい。実は私はロケの時まだ食べていないので、うん、ここで食べさせていただきたいんですけれども。いや、ぜひ食べて。私の前にあるのがこちらのロケの時の取材先に稲倉さんがおすすめの食べ方としてご紹介していただいたんですけど、オリーブオイルにズッキーニとニンニクを入れて煮たもので、そこにハーブソルトをかけたものなんですよね、うん、ということでちょっといただきたいと思います。作り方も簡単ですね、はい、いただきます。うーん、おいしい。うわ、ズッキーニのこうシャキシャキ感も残しつつも、うん、ニンニクとオリーブオイルの風味がすごくいいですね。うわー、たまりませんね。シャキシャキでみずみずしくってなんか元気出ますね。元気出ました。出ました。元気が出たということで、はい、東さん、サユール糸代さんにめっちゃ当たるハッシュタグここでお願いします。書きます。おさあ、でしょうか。めちゃくちゃみずみずしくって、ここなの。白井さんもぜひぜひ。美味しかった。私と同じものがいただきたいと思います。白井アナウンサーズッキーニにうるさいですからね。ズッキーニうるさいんですか。はい。うーん、甘い。もうこれはお酒が食べたくなります。お酒が食べたくなります。もう一緒にお酒も食べたくなる。酔っ払ってないでしょ。そんな話をしているうちにできました、はいはい、こちらです。めっちゃわかるハッシュタグ。もう大地のごちそうです。このズッキーニは。あー、まさにですね。本当にあの稲倉さんのこう熱い思いも感じましたし、はい、本当に自然に感謝ですね、うん、私こう稲倉さんの一生懸命こう作ってる姿を見ると、こうズッキーニだけじゃなくって、うん、他のお野菜も絶対美味しいなって思いました。ね、本当にズッキーニ持って帰りたいです。あ、持って帰りたい。お家でまた食べたい。食べたいですね。もう本当に美味しかった。もう皆さんもぜひサユール糸代さんのお野菜食べてみてください。チャンネル登録お願いします。